やっぱりもりしです。いやちかりとです。ゆみです。昨日は強化拡張パックスカイレジェンドを開封しましたけど、まあ4月26日同時発売のムービースペシャルパック名探偵ピカチュウ、こちらを本日は開封していきたいと思います。やっとひらめいた。今回ね、いつもと違って20パックだよね。そう、20パック。ちょっと余るよね、3人とね。ちょっと余るね、もうこれ結構可愛いパッケージですね。可愛い、これ限定ですもんね。可愛い可愛い。これしかも20パック開けると全部の種類が揃うらしいんで。はい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 。昨日は罰ゲーム決めないで、なぜか、勝った俺も罰ゲーム参加してたんで、結構根に持ってるんで、今回はじゃあ吉田警部補を当てた人が吉田警部補をやる。オッケー、いいね。吉田警部補をやる。開けていきましょう。はい。じゃあ3パックずついきますか。そうだね。じゃあ私から。はい。はい。私から、近いんだから。開けるのがちょっともったいないぐらい可愛い。可愛いね、これは。よいしょ。早速いきますか。イラストいきます。じゃあちゃんと行こうぜ。イラストしか、これがハリウッド、ハリウッドコイキングだ。生々しいと評判のコイキングですね。じゃあ行きましょうか。コイキング、ブルー。いいね、いいね。いや、これなんか本当にイラストゆっくり見たい回だね。これバリアード。あ、バリアードまた面白いよね。バリアード。メタモン。メタモンいいね。ベロリン。ベロリンでもベロ結構あれだよね。生々しいよね。結構。ブルー、はい、またブルー。不思議だね。あーもう俺不思議だよ、いい感じでね。友達を探すって技もまた友達になりたい。メタモン、ネマシ、ネマシ、現象的な感じだよね。ネマシ、ね、眠りの方針。あー、人影。いいな、かわいい。はいいよね。おー、怪力、なんかかっこいいね。僕ら見てないんでね。まあ予告でね、アルンパパね。はい、まあこんなところでした。はい、そうか。で、今回さ、バトルで強いカードとかは入ってたりするのかな、これは。個人的には月光ガジ X とか。あー、月光ガはね強そうな感じしますね。あとね、結構バリアードが結構いい感じの。あ、強いんだ。そう、当てた時、あ、当てた今ね。当てた、当てたよ。そう、これハントマイムっていう特性で、山札の一番上にあるカードとサイドの裏のカードを入れ替えられるんで。はい。だからジラーチプリズムスターってカードがあって、はい、サイドにあるときにジラーチプリズムスター引いた場合、はい、サイドをもう1枚多く取れるっていう効果があるんで、ジラーチプリズムスターをマグカードとか使って上に置いてからバリアの特性使ってジラーチプリズムスターをサイドに置くっていうふうにすればサイドが1枚余分に取れる、確実に。すごいっていうコンボができるんで、結構いいカードです。バリアード面白いね。開けます。はい、お、バリアード来ました。私もバリアード来ましたね。コダック、人影来た。人影、あ、ルンパッパ、コダック、あ、さっきと違う。そう、なんかこう、複数種類あるポケモンがいるよね。お、またバリアード、ネマシュ、お、リザードが来た。嬉しい。持ってんな。持ってんな。また後ろには人影。あゆみ炎専門みたいな感じだもんな。もはや。そうなんですよね。お、ブーと、あ、月光ガチ X。 あー、ガチ X ってかすげー当ててるじゃん。昨日とは大違いな感じ。そうですね。不思議でござったな。昨日はダメだったけど。以上ですね。終わりです。いいね、月光ガチ X は強いですよ。手札が月光ガチ X だけだと、もう月光ガチ X がいきなり二進化の登場するという、そうそう、超強いね。超強い。よし、じゃあいくよ。はいはいはい。コダック。いやー、吉田警部補当ててーなー。素晴らしい。あ、ウィンディ。いいよ、かっこいいね。ウィンディ、かっこいい、かっこいい。セキュリティガード多分ね、なんかこう守ってるんだろうな、何かをな、このウィンディ映画で。はいはい、映画の中でね。まだ見てないか分かんないけど。あれ、うわっ、あすごい。うわー、いいなー。映画に登場した吉田警部を完全再現って感じですよ。すごい。初めてデザイン見た時めちゃめちゃ上がったよ、俺は。すごいよね、これね。すごい、嬉しいよ、やったやった。で、お、ミュウツーか。コイキング、怪力、あ、リザードン。お、リザードン、なんか GX じゃない。ミュウツーブリザードンも。ミュウツーブリザードン、めっちゃかっこいいね。技もいい感じでね。ブレイクバーニー、ワイルドファクル、リアルですね。まだ見ぬカードで。Mew2GX とかあるのかな。じゃあ3パック。3パック。じゃあ俺、吉田警部来たから2人2パックあげます。OKOK。ありがとうございます。じゃあ僕からいきますよ。来ました。はい。プリン。うん。プリンかわいい。かわいい。
あ、ケッキングだ。ケッキングもいい感じのリアリさですね。怪力、お、まだニュース、ブルー、はいって感じでこう、あ、あ、いいなあ。荒れちゃいましたわ。あら、結構来た。結構がね。結構効果だね。周りですか。かっこいい。うん、かっこいいね。あとさ、名探偵ピカチュウまだ出てない。あ、そうだよ、そうだよ。そうだ。これは当ててえな。やっぱそう思ったんだけど、うん、吉田警部補のモノマネって不敬だから、みんなでピカチュウのモノマネにしない？名探偵ピカチュウ、ルール変わるの途中から。最初になんか言っちゃいましたよね、うん、始めの時に。だから、今ルール変えましょうよ。ね？そうですね。あ、じゃあ代わりにじゃあコシは、あの、1パックずつもらってあげるじゃん。1泊ずつ。オーケー、そうしよう。よし、じゃあどうぞ。はい、これだな。うん、じゃあ同時に行こうか。ピカチュウ出るかな。はい、行きましょう。せーの、ドン。ドン。おー、じゃあここに、ここに3人立っていきましょうか。はい、はい、行きます。せーの、ほい。ほい。せーの、ほい。せーの、ほい。あー、おー、しかもリザードン GX。 マジかよ。お、2枚、しかも2枚、すごい、2枚来たわ。お、来た。え、これね、2人来たら分かんないよ、ピカチュウ。あ、まだいる可能性があるもんね。ウィンキング、ウィンキング、プリン、プリン、リザードン、怪力、不思議だね、ブルー、メタモン。あ、メタモン、あ、メタモン強いんだよね。メタモン強い。どこでもコピーが相手のポケモンの技、何でも使える。え、めっちゃ強い。エネルギーはいるけど、うんうんうん。で、アイミーもピカチュウは、うん、ピカチュウないです。え、のリザードン GX がね、また2体目、素晴らしい、結構当たるね。すごい。というわけで、まあ、当たりを並べていきましょうか。そう、なんかこう、吉崎武法のままに会議したつもりだったのに。まあ、こんな感じで結構 GX ポケモンも当たり、やっぱ吉田警部補がね、効果もね、結構便利で手札見れるしね。あ、そうだね、相手の手札見て、手札を見て4秒2枚引くと、うん、ピカチュウのこの前に自分言っていいですか。じゃあ、はい、じゃあ、あの、ピカチュウが英語でお見通しだぜっていうところをやります。はい、 I'm the best friend for professional。